ピンキャラーの一時帰国に岡田監督渋い顔、あいつなんやねん。ほんまどうしようもない。阪神は14日、ブライアン・ケラー投手が右肘のドクターチェックを受けるため、米国に一時帰国したと発表した。一軍昇格を期待する向きもあったが先月下旬、ブルペン投球中にまたどっか痛めたらしい、岡田監督とのこと。指揮官も、あいつなんやねん。ほんまどうしようもないと、とほほ顔で右腕の現状に顔をしかめていた。日本で治療できない理由は？今時、こんなやる気ないの、拾う方が難しいのにすげえな。こういうやつって、次の仕事とか見つかるの？ 8100 万返せよ。2年連続で、ケラーに悩まされる球団。飛行機代球団の金なんビジネスクラスか？戦力になる見込みも薄そうだな。今年は、最後の方まで優勝争いになりそうやし、最低限働く、助っ人投手が、一人いるかいないかだけでも夏場相当でかいやろ。こんな奴には食えっこ、潰されてるのさすがに笑えんな。阪神はまだ外国人成功率高い方やからな。たまにはこんなこともあるわ。パリーグの助っ人なんてほとんど外れてるからな。これ、話題にもならないレベルのやつが多すぎる。外国人取るメリットがあまりなくなってきたよな。爆発的な成績残すやついなくなったもんな。解雇して藤浪呼び戻そうぜ。優勝へのラストピースや。チーム乱れるって。皆さんは、ケラー選手の帰国どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。